皆さんこんにちは、これから記者会見を始めさせていただきます、本日は、熊本遺産の魅力と発信についてということで、発表させていただきます、本市では、歴史的魅力を有する文化財群を一定のテーマで、パッケージ化をしまして、ストーリー性を持った文化観光施策として、展開をする熊本遺産の魅力発信、事業に取り組んでおりまして、今年は、西南戦争からちょうど140年という、節目にあたりますことから、近代日本の夜明けと西南戦争に光を当て、まず2月から3月にかけて、記念企画展として西南戦争において華々しく活躍をした、華々しくというか、西南戦争においてですね、使用されましたこの日本刀に焦点を当てたですね、企画展、刀の力をですね、田原坂西南戦争集団で開催をいたしました。また現在は第2弾としまして明治政府の立役者として、一審三決と称えられますも、西南戦争に敗れました、西郷隆盛に、焦点を当てた、明治の人から見た西郷丼を開催をしていきます。そしてですね、今回さらに本市の歴史的な魅力を発信する新たな取り組みとして市の観光ウェブサイトにですね、特集ページ近代日本の夜明けと西南戦争を本日公開をさせていただきました。ここでは歴史の大転換となりました大政奉還から西郷隆盛の挙兵激戦の舞台となった田原坂や熊本城、また敵味方なく救護する精神が日本赤十字社の発祥のにつながったというエピソードなど魅力のある一連のストーリーやゆかりの場所などを詳しく紹介をしておりまして非常に見応えのある内容となっております。そして特に11月に開催を予定をしております記念シンポジウムではですね、西南戦争の籠城戦において最大の謎とされております。またその原因について失火かあるいは自傷か放火かさまざまな説がありいまだに結論が出ておりません。熊本城の炎上をテーマに取り上げまして最新の研究成果とともにその謎に迫ってまいりたいと考えております。この他にも現在田原坂西南戦争資料館で2つの記念企画展を行っております。1つは冒頭にも申し上げました明治の人から見た西郷丼で彼が明治時代の人々からどのように見られていたのか当時の錦絵あるいは物語論文等のですね著作などの展示を通してその一端をご紹介する内容となっております。もう一つは熊本城の本丸御殿跡出土品の特別展示でございまして熊本地震の被害によりまして立ち入り禁止となっております熊本城本丸御殿に展示をされておりました印章熊本鎮台の印や拳銃スミス&ウェッソンなど熊本鎮台が置かれ西南戦争の舞台となった熊本城の歴史を物語る資料を展示する内容となっております。今後も市立図書館などで西南戦争の関連図書の展示や資料展示などを予定をしておりまして普段はご来館者の皆さんがなかなかご覧いただけない陛下の書庫に所蔵しております本や郷土資料室の貴重な図書を中心とした特別展示など図書館ごとにさまざまな催しを予定をしております。
なお記念シンポジウムの募集案内をはじめ、記念事業の内容は市政だより9月号などでも周知をさせていただきたいというふうに考えております。多くの市民の皆様や観光客の皆様に、ぜひこの機会に西南戦争に関する知識を深めていただくとともに、ゆかりの地を、訪れていただきまして、その魅力に、触れていただきたいというふうに思います。詳細につきましては、お手元の資料にてご確認をいただければというふうに思います。私の方からは以上です。